藤から左サイド抜けて小池、切り返しをかけてシュートに行った、決まった。対愛媛3年連続ゴール、小池純喜、古巣への恩返しゴール、今年も健在です。さあここから若さ、逆サイドを見た小池、胸トラップからシュート、決まった。今日は2点取りました、小池純喜。小池決めた、1点返したヴェルディ、1点差に詰め寄ります。さあ山下とのマッチアップ、いいボールが入ってきた、小池だ、フラッグは上がっていません。ヴェルディ同点に追いつきました。少しずれましたけれども、東京ヴェルディボール裏に抜ける、小池、小池のチャンス、エリアの中に入ってきた、左足のシュート、いきなりゲームが動きました。前半4分、ホームの東京ヴェルディ、小池のゴール。引っ張る若さ、ここに速いボールつけて若さダイレクトパス、佐藤雄平、裏に落としてくる、小池純喜、決まった、ヴェルディ3点目、小池今シーズン6点目、佐藤雄平の見事なアシスト。次は選手ばらけてますが、中央のボール、ヘディングシュート、オンドカボニフェイス、こぼれたシュート、小池純喜追いついた東京ヴェルディ、57分です。久村クロス越えてきた、小池、見事です、小池純喜、2試合連続今季8点目。山口クロスボール、逆サイド山下、折り返す、そうだ、小池今シーズンの9ゴール目。佐藤亮が折り返す、小池のヘッド、いや突き放します、東京ヴェルディ、小池今日2点目、これで早くも得点が2桁ゴールになりました。今日2点目、今シーズンの10点目、3対1。ジャルトンパラダ、そのまま持っていて柔らかく浮かせて、小池を狙ったボールだ、先制アウェー東京ヴェルディです。最後決めたのは小池、来てる感じはないので、ええ、梶川から裏へ、さあここは抜けていく、そのまま決めるか、かわした、小池、流し込んだ、さすがのスピード、そしてさすがの枠内シュート率、小池純喜今シーズンの12ゴール目、東京ヴェルディ先制です。この狭いところでも狙いを持って戻して、佐藤でモーションだけ左足で広げる中、回った狭いところ入ってチャンスだった、ヴェルディ先制、小池純喜13点目。すごい粘り強い崩しでしたね。往年のバルセロナのようなかなり狭いところで細かくつないで、最後は小池純喜のゴールでした。真ん中、1点返しました、ヴェルディ、小池のゴール。ヴェルディ先制です。小池純喜今シーズン15ゴール目。そろそろ1点上げて追いつきに対ヴェルディです。クロスボール、小池、追いつきました、ヴェルディ同点です。89分、途中出場の小池の同点ゴール、今シーズン16点目。途中出場から結果を残しました、クロスボールにしっかり合わせた小池純喜。ライン際、新井が上がっていきますけれども、ここは江口、蹴
蹴り返そうとするところ、新井前を向いている。1対1の状況。さあここはシュートに行きました、決めていきました小池、追加点東京ヴェルディ。